今回派遣される部隊には平和安全法制に基づく新たな任務が付与されます。出国準備完了報告。今回派遣される部隊には平和安全法制に基づく新たな任務が付与されます。これは自衛隊の国際平和協力の歴史の中で新たな一歩となるものです。自衛隊による国際平和協力活動は過去20年間常に大きな注目を受けてきました。師団長訓示。さて、11次要員の所管、所管がようやく参加する国際連合南スーダン共和国ミッションは、2011年7月、スーダン共和国から独立した南スーダン共和国の国家建設の支援を目的に設立され、私以下、残留部隊も第11次隊の任務の完遂を祈りつつ、ご家族のご支援を含む。8月24日の、大臣の、公表以降、我々しっかりと訓練してまいりましたので、私としては部隊非常に高い練度にあると思ってますので、何の不安もありません。しっかりと、情報の収集に努めて、安全確保に従事をして活動していきたいというふうに思っております。命令を発した立場としてしっかりこの11次隊員の皆さんが意義ある活動をして、そして無事に全員帰国されることを期待をいたしております。